気に、大阪からですね、マハ君がここは、浜松まで来てくれました。ちょっとここからまた僕が、運転し直します。さっき随分食ったんですけど、食べたんだけどなんかあれだよね、お腹がちょっと空いたんで、おにぎり気をつけながらおにぎり食べて、このまま東京行きます。頑張って運転しますので、神様見守っておいてください。こんな感じで東京出て京都で、2人撮らせていただいて、そのまま奈良に行って、一泊しまして奈良で2人撮らせていただいて、そのまま大阪に入り、大阪で一泊して、今日朝一番で大阪で、一人撮影させていただき、そのまま、神戸行きました。神戸でまた撮影をして、それでそのまままた大阪に戻りました。それで大阪で撮影済んで、今高速道路で東京帰ってます。実は本当はね、どっかで温泉でも入って帰りたいんですけど、これがちょっとですね、月曜日から沖縄に行かなきゃいけないんですよね。でそんな感じで、ちょっと忙しいんで無理して今日は帰ります。いやー、この新東名って言うんですか、トラックが多くて怖いですね。これどうやってこれ右に抜けられるのって感じ、かなり難しいですよこれ。かなり相当スピードを出していくか追い越させるか、このトラック群をですね、どうやって、難しいですね。だけど瞬間の後も無事にですね、関西終わって残るはあと何名っていうのになってきました。頑張ってやります。では安全運転で東京帰ります。